まこなこです。バージョン7からこのモンスター闘技場何かしら追加あったそうなので、早速やっていこうかと思うんですけど、こっち側か？ゴールはここじゃない。左側の方か？こっち側。ワルボー。マルタの国。なんだろうな、マルタの国って。多分過去作にありそうな名前だけど。さて、何かしら。とりあえず挑戦しましょうか。サポートモンスターの種族。竹槍兵か何かでもいいんだけど。まあ、わからんから竹槍兵か。とりあえず自分のサポート仲間のキャラクター使って。で、操作するのも竹槍兵。あとはホイミスライムとキメラとなってます。これ、普通に、なんか昇格戦的なもんか？こいつらに勝てば新しい闘技場へ招待してやる。なるほどね。勝たないとダメか。まあ、とはいえ強そうではない。森サタン。ここら辺全く設定やってないから、どう考えればいいか。サミダリ好きだっけかな？確か強いの。ウドラなんてもう、すぐ倒せないか。かなり初期の頃の敵だと思うけど、バージョン1の頃の呪文の威力が上がった。良くないんじゃない？うわー、硬いねこれ。そしてごっそり持ってかれてる。できればウドラ優先。まあいろいろアップデートによってね、変更あったらしいんだけど、モンスター絡み。全くと言っていいほど見てないんで。多分、竹槍兵が強かったのはもう、それこそ2巡、3巡前ぐらいの、そんな昔のね、話だと思うんで。でも、ウドラ1体に対して、攻撃、ちょっと人面図邪魔なんだけど。人面図入ってきてんだけど、中に。まあ、これによって、またウドラ1体。狙うようになってる。倒し終わった。まあ、一体倒せばもう大丈夫でしょう。できれば楽したかったけどね。これ、森サタンの方狙ってる？どっちだ？いや、人面樹の方狙ってる。ザラッキー今良くないんじゃない？それ。俺が全滅したら笑っちゃうけど。邪魔だなぁ、後ろ。まあでも、対象にはなってない。キメラがやられてる。世界樹の入っちゃった。待ってよ。うわー、厄介すぎる。あー、その前に倒した。世界樹の発動まで遅くなってるのが、この敵に対してもね、有効に多分効いてると思うから。それで全く、間に合ってないかのような状況だった。さて、クロスで攻撃。こうなってくるとさすがに楽になってるから助かる。まあ特にこんなに回復薬をね入れなくてもいいと思うんだけど、普段は放置でやってるからお任せで、1キャラね、自分のキャラが使えない状態でやるから回復重視で長引いてもいいからね、戦ってもらった方がいいのかなとかいう考えでやってる。違う、間違えてる。まだかまだか？終わった！というわけで、これに勝ったことによって、何かしら強化できるものを得られるはず。アナザー G、合格ということで、得られるアイテムもいいものもらえるのかな、これ。対戦が選べるようになった。交換できるアイテムが増えた。で、これは？これ持ってたですか？また多分ランクアップ励まなきゃダメだと思うけど。モンスターバトルロードアナザー。スリリングなバトル。スリリングなバトルやりたくないんだよな。楽してアイテムが欲しい。フリーバッジというものを用意している。これでどれぐらい強くなるかでね。
アナザーハートっていうものが必要。30個。あとは、通常に持ってくユニットもね、どうするか。それこそもうサポート仲間雇わなくても、なんとかなるような状況まで持っていけるんだればね、楽でいいんだけど。なるほどね。こっち側で受けるのか。ちょっと待って。こっち側は?もうお役ごめん、この人。これは通常の S ランクまで。なるほどね。まあ、アイテムによってはやってもいいけどね。右側も。パーティーの準備とかは、整っている。まあ、装備とかも、一回どっかでちゃんとやらないと、もう、二世代、三世代。いや、もうちょっと前かな?どれぐらい昔なんだよね。整えたな。まあ、使用特技とかも、やっといた方がいいんだろうけど。まあ、一戦はあれか、やっといた方がいいか。まあ、めんどくさいから、とりあえずこのままでやって、ダメならばということで、サポートモンスターは?モンスター登録。決定、レベル15に。上げといて。これ、ここで特技変更だけか?モンスター登録。特技絡みあるよね?こんなもんでいいか?行きましょうか。もう、ああだこうだ言ってないで。すごい久しぶりだから、ちょっと見てたけど。うん、G、アナザー。まあでも、ABP というポイントが別途手に入るってことか。で、アナザーハードというものも手に入れたいけど、大サソリあたりでちょっと様子見。強さ確認しましょう。あ、自分のキャラ。これさ、なんで自分のキャラ入らなくなってる?自分のキャラというか。まあ、ここら辺もあれか、チームか。フレンドの方入ってもらいたかったけど。なんか自分の、自分のキャラが出てこなくなってんだけど。厄介だね。となると、あとは、ヒラーパンサーか。うん、これもいい加減。設定やんないとダメなんだけど。まだレベル14のまま置きっぱなしだったんで。さて、どうなるか。強さが変わってるかどうかでね。まあ、強さ変わってなくても敵の数が大幅に増えてる。豪傑グマ寄ってきたのから。まあまあ、それでも即座に倒せるね。多分、昇格試験みたいなものもあると思うんで。というわけで。うん、まあまあ、あんまり、変わり場にない。これあれかな?今の演出ってなんか、簡素になったよね。すごいなんか以前は音楽流れてずっと、勝利しましたみたいなものが出たような記憶があるけど。うん、アナザーハート手に入れて。これで?これで、現在の ABP が8240。次のランクまで55000。そんなに時間かからないか?鬼小僧あたりで行きましょう。とりあえずアナザーハートが必要になると思うから、それをガンガン取れるような、そのような状況に持っていかないと。まあ、あとは、これやって、アイテム確認して、まあ、即座に全部ね、何かしらの強化できるものを取れるとは思わないけど、そこら辺も確認して。ミミック今日、良くないんじゃない?ちょっと待って。良くないね、これ。幻惑かかってるんで。とはいえ、サミダレ付きやるぐらいしかないんで。ミミック今日倒さないと。あれかな?
キラーパンサーは通常攻撃で何かセッティングやってる可能性あるけど、通常しかやってないよね。もうそれじゃ今だと全然威力が足らないような気がするけど、倒しきった。こんな感じで、やることは変わらないね。しかも、強さもあまり変わってないような気がする。敵の強さに関しては。ここでアナザーバトルロードポイントが11800。これならば即座に次のレベルまで上がりそう。ちょっと一旦、アイテム確認して、得られるもの。いや、そっちじゃないんだよな。こっち側。アナザーの G。これで、これそのものは、変わらないよね、ないよね。これにあとは、さらにガンガンくっつけていく。あ、で、ここで使うポイントは変わらないんだ。ABP ポイントはレベルアップ用のものなので、アナザーハート。いくつかのアナザーハートが手に入る。これ一回きりだから、なるほどね。まあ、ここら辺は強化、暇上がるとき、やっとけばいいと思うんで。で、このじいさん。フリーバッジを交換する。一応手に入るね。おしゃれさ、器用さ。いやー、この中からまた、何か良いものを選ぶってのは、すごく大変なような気がする。ベホマスライムで、範囲とかが上がるとかいうのは、ベホマラ扱うのに有効そう。なんだろう。何がいいんだろう。キャラクター特有の石膏ガードの範囲、プラス2メートルとか。あと、他って書いてあるってことは？なるほどね。攻撃時 10% で2回行動。とはいえ、通常の戦いで2回行動されると、多分だけど、敵の何かしらの技をかわせない可能性があるから、あんまりいいとは思わないんでね。で、これ、まあ、ここでおしまいか。ナンナ、ドルタム、カブとか、人気のなかったキャラクターが、残念ながらバージョン6のね、人気のなかったキャラクターがたくさんいるけど、ユーライザーもいるね。まあまあ、これも、要検討かな。今すぐやるようなことじゃないと思う。では、ランクアップできるまでやっとこうかと思います。さて、F アナザーへの試験が受けられるようになったので、早速やっていこうかと思います。ここでどんな感じの案内になるか。どうだろう。ここでやるわけではないか。F アナザーランクへの挑戦。挑戦しましょう。ジャンプ強化の方でやるかと思ったけど、そうじゃないね。どこまでいけるか。一つ前も結構辛かったような気がするから、この G アナザーやる際にも。バトルスタート。敵は？これはちゃんと自分が動かなければいけないタイプの可能性があるから。それでも一発は耐えられてるね。なんでこれ今、結構回避されてた？うわ、これ厄介だな。何この回避。ジゴスパークとか。いや、こういうの早めに言ってくんないと。あと、なんでこのキメラとかがこんな近寄ってんの？離れてくれても良さそうなもんだけど。あ、違う。なんか属性か何かで悪影響出てんのかな、これ。だって2000ダメージ与えてるもんね。キラーパンサー。こっちはなぜか70とか。で、しかも回避も多い。この違い何だろう？わわわわわ。よくない。耐えている。まあ、こういう時スクルト使えるだけでも。
マーク全部。いやいや、よかった、いて。かわされてるもんね。え、なんでこんなかわされる？で、逆になんで、あ、でも、特技はかわされるってわけでもなさそうか。あー、うー、食らうの、今の。なんか変な振り属性的なものがあるのか。いやー、そういうの早く言ってくれないと。やる前にね、応援しよっか。これ多分、あー、そっか、装備変えらんないんでね。わー、違うよ、行ったらダメ。あ、属性っぽいけどな。でもミスするのは属性関係ないからな。うん、ショック与えてる。キラーパンサー一人で頑張ってんだけど。だけどこの敵の属性なんて分かりようがないからね。まあ多分この大元となってる敵、それは知ってる人からするとね、多分分かるんだろうけど、グランドインパクトよくない。まあでもなんかダメージ通るように、あ、まあ攻撃力上がったからってのもあるか。必殺。あれ、周囲届かなかった？あ、威力下がってる。よくないんじゃないこれ。魔法の矢、今1999 MP が変わらない。本当に？なんか通常一発単発でやると強いんだけど、しかもなんか当たるようになってんだけど、これなんだ。いや、何これ。あ、まあ会心はあれか、必殺の効果の可能性あるな。長いな、これ。もう間に合ってないけど、もう必殺の効果が切れたからか。うわー、2回連続当たる。倒した。何だったのかがわからないけど、まあでも何かはあるよね、当然。属性かな、やっぱり。以前、8人パーティーで遊ぶモンスターの何かイベント、あれもね、属性間違えて行ったことがあって、全くダメージ与えられずみたいなね、パターンがあったから。うん、バズズ。さて、これでまた上位行けるようになってるはず。アナザーハート。まあ、もらうのはいいんだけど、結局これ選べないからな、どれやったらいいか。通常のバッジも使ってしまうので。マナザーハート2個分は作れる。まあ、一個一個全部やっていくって手もあるけどね。未入手から入手に変えていくっていうね。さて、強さ確認しましょうか。10倍。F アナザー。これは、まあ、アナザーハート多めの方がいいよね。これであまり強くなってないんだればね、いいけど。あ、その前に、なんで今ダメだったか。パーティー装備品。セーラスランスが、特に属性のものでもないみたいだし。いや、わかんないな。なんだったんだ、今のは。まあ、いっか。槍には弱いとか、強いとかあるのかな？行きましょう。まあ、強さ確認して、また次に向かってやって。多分上がるの、今 F で E までだと思うので、アイテム欄見る限りね、アイテム交換できるもの。それが E ランクまでだったので、多分もう1ランク上がれば一服だと思う。まあ強くはないかな。いや、それでも HP 高いような気がする。強になってるから、
この辺りで強さが上がってる可能性がある。バージョン5あたりの強さ、うん、これだと普通にダメージ通ってミスも全くないからな。ではまたこの辺りはのんびりと進めていこうかなと思います。あと7万ほど。さて、ここで今いい受けられるようになったので行きましょう。これ勝たないとここで足止め食らうのかな。今最初案内出てきたからここで勝たないと他のが受けられない可能性がある。通常の戦いが、うん、今のところそこまで強い感じでもないので。で、今回は、まぁ、ちょっと強そうか。ウィングダイブ良くないんじゃない？威力もそんなに高くないしで、通常なら1500とかね、余裕で出てるけど。向こう側で、あ、ちょっと待って、それ届くの？この距離。待って、キラーパンサー倒されてんだけど。わあ、厄介なことになりそうだね。激しい雄たけび、寝っ転がってしまってる。ブレス耐性やんないとダメとか、そんなバカなことある？あ、戦う方向間違ってんな。激しい雄たけび当たる。回復系全員寝てるんだけど、うん、必殺やっていきましょう。テールスイング、よくないよくない。ジャンプ遅い。これ白い円は何？プラス効果？マイナス効果だ。凍ってる凍ってる。うん、一人しびれてる。うん、もうちょっと引き寄せたい。慌ってるね。赤い方は炎の地面の床出してきて、こっちはこっちで広い方出してくるみたいな。ジャンプでかわせるね。いやー、キラーパンサーが役に立ってない。激しい雄たけび。あー、これ足が遅くて逃げられてない。あの炎の床でね。うん、ブレス耐性とか必要そうだな。このままやって勝てるかどうか。テールスイング良くないよ。今のジャンプでいいんじゃない？キラーパンサーが全く今回役に立ってないんでね。一つ前はすごく役に立ったけど。うん、ようやく半分。このまま一体でも倒せるんであれば。テールスイング。こういう時は飛んでる味方は頼もしいよね。うん、赤くなっている。光の波動。激しい雄たけび後ろなら大丈夫でしょう。まあ、回復2枚は正解だったね。普段の安全策でやってるだけだったけど、これ良くないんじゃない。この場所生きている。ウイングダイブ、テールスイング、
あと少しなんだけどな。なんでこれ両方ともこっちがもうおいにスライムこっちが寄ってきたから、うんうん、よくないよよくないよ、おいにスライム倒されてる。あ、倒した倒した、勝った勝った。これでなんかすごい強化が来ない限りは問題なくいけるでしょう。うん、まあ一応スクルトあるけど、多分だけど物理で倒されるよりかはこうした属性攻撃、それによって倒されると思うからやっとくか。こっちが当たんないよね。うん、攻撃しないね。あれ以上行くとダメなのか。ベールスイング、うん、今通常食らったけどスクルトによって問題なく動けない。うん、強いね。ようやく肩にはまったかのようにずっと殴ってるけど、ウィングダイブ、テールスイング、うわーもうなんで2回連続攻撃やっちゃう。だけど武器ガードか、さすがだね。前ここはもう殴りましょう。うん、耐えている。テールスイング、うわー2回行動やってしまってる。あとわずかだと思うけど、まあでも今回の全ての条件あっさりと終わったんでこれだけでも助かる。うん、雷攻撃最後やってきたけど、今まで火炎しかやってこなかったけどね。というわけで合格。まあこれがバージョン7、場合によってはバージョン8の段階までね、のんびりと更新されていくと思うけど、A とかね、S とかね、そこら辺まで。どうなんだろう、全部バージョン7で終わらせるか、もし8があるんであれば、8まで残すのか。そこら辺のね、更新のペースも気になるけど。まあ、いずれにせよ、次のランクのためのモンスターを準備する。ということで、次のランクまでの値、書いてないね。右上。まあ、ある程度、チケットは貯めといた方がいいのかもね。で、またランク解放の際に500、300回いけるかのような状況まで持ってった方が良さそう。まあ、いずれにせよ、一発クリアとなったんでね、全部。それだけは何より。また、他にもドラクエ10の動画上げてますので、興味ありましたら他の動画もご覧ください。ではでは。